I'm not gonna hurt you, Susie. Has anybody seen a little boy with short curly hair? Finn. あなたのお子さんが覚えておくべき16のこと。子供の安全のためならできることは何でもしますよね。でも私たち大人だって緊急の時にどう行動すればいいか、そのすべては分かりません。学校に通っているお子さんの安全のためにもこれらのことを覚えておくようにしましょう。この動画ではお子さんが覚えておくべき16のことをご紹介します。プリントにまとめてお子さんが覚えられるようにテストしてあげるのもいいかもしれません。お子さんの回答によっては驚かされるものもあるかもしれませんよ。その1、親の留守中に家に何者かが侵入しようとしている時。家にお子さんが一人きりの時に何者かが家に侵入しようとしている場合、お子さんは警察を呼ぶ前に親に電話をするべきです。一見遠回りをしているように思えるかもしれませんが、子供が警察のオペレーターとやり取りをしている間に親ならば近所の大人をすぐに呼ぶことができます。単純な話、親に電話をするのにかかるのが1分だとします。その後は両親の場合、子供を含めて3人で危険に対処することができるようになりますね。また親であれば子供を落ち着かせ、警察へどのように連絡をすればいいかをきちんと教えてあげることだってできます。その2、見知らぬ人から飴をもらったりしても良いか。見知らぬ人からは食べ物はもちろん、おもちゃだってもらってはいけません。近所のよく知る大人でなければ誰からも物を受け取ってはいけないということをお子さんによく教えてあげてください。ただより高いものはありません。これはずっと小さい頃から覚えておくべきこと。その3、子供が家に一人の時にコンセントから煙が出始めた時。まず第一にお子さんが覚えておくべきことは、家やアパートに火事の恐れがあるときに自分一人で火を消そうとしてはいけないということです。真っ先にするべきことはできる限り速やかに家から出ること。建物の外へ出て初めて消防車や親、近所の大人へ連絡するべきです。その4、見知らぬ大人が助けを求めているとき。もし何者かがお子さんに助けを求めていたら、助けないと言ってその場を離れるべきです。これは決して人助けをしてはならないというわけではありません。誰かが本当に助けを必要としている場合はそうするべきでしょう。ですが本当に助けを必要としている人に必要なのは大人の手。子供に助けを求めるというのは裏に必ず何かがあります。その後、犬の群れに襲われたら。パニックに陥らないことが鍵になります。素早い動きや大きな音は相手の攻撃を促してしまうことになります。お子さんが学校カバンを持っているのならそれを横へ投げて犬の注意をそらしましょう。そうしたら背を向けずに群れから離れます。その6、同い年の子に家に誘われたら。子供でも大人でも相手が見知らぬ場合は危険です。あなたのお子さんもよく知っていることでしょう。相手が仲良くしたそうにしているように見えたとしても、その裏では何を考えているか分かりません。誘いを断ることは決して悪いことではないということをお子さんによく教えてあげてください。理由ならいくらでもありますよね。宿題やらないといけないからとか、親が心配するからといった風に、
子供同士が仲良くなった時に初めてその子の家に遊びに行くといいでしょう。その7、家がガス臭い時。火事の時と同様です。外へ出て消防車へ連絡することが最良の選択です。その8、エレベーターを待っている時に見知らぬ人に一緒に入らないかと言われた時。見知らぬ人と狭い密室空間に入ることは非常に危険です。何かが起こった時に逃げる先がありません。ですからお子さんはそのような誘いは断るべきです。親がもうすぐ来るからそれを待っていると言っておけば大丈夫。その9、誰かに見られていることに気づいた時。何者かが後をつけてきていることにお子さんが気づいた時は人通りの多い場所へ行くようにしてください。スーパーでも公園でも美容院でも構いません。多くの人に囲まれていれば安全です。そこで親に連絡をして迎えに来てもらうようにしてください。その10、家に一人でいるとき家に入れても良いのは。お子さんが知らない人は絶対に入れてはいけません。どんな姿をしていてもどんな風に見えたとしても決して見知らぬ人に対してドアを開けてはいけません。相手が凶悪な人間である可能性はあります。ですからまず親に連絡をしてどうするべきかを聞く必要があります。その11、見知らぬ人に囲まれて話してもらえないとき。このような緊急事態では手段を選ぶ必要はありません。振りほどいたり人の注意を引くためにできる限りのことをしてください。こういう時には叫んだり殴ったりするべきです。石を拾って近くにある車にぶつけるという方法もあります。盗難防止ブザーが鳴り響けば相手が逃げることもありえます。その12、人混みの中に入ってしまったら。決して人混みの中に入ってはいけないということをお子さんに教えてください。それでも避けられずに入ってしまったなら人の流れに逆らって歩くことは最も危険だということを教えましょう。人の流れに沿って少しずつ人混みの外へと向かうようにしてください。万が一転んでしまうことがあれば体を丸めて頭を守るようにしてください。その13、雷が鳴り響いた時に道の真ん中にいる時。何よりもまず安全な場所を見つけましょう。どこでも構いません。お店でも百貨店でも家の玄関でも。金属でできたものや車、プールや水、背の高い木のそばは避けましょう。雷は背の高いものへ落ちる性質を持っています。ですからお子さんが開けた場所にいるとき雷が鳴り響いたときは走ったりしてはいけません。雷が去るまでその場に伏せていると良いでしょう。服はぐしょぐしょになってしまいますが安全には変えられませんね。その14、何者かがネットでお子さんやその家族を脅迫しているとき。お子さんにとって自分の両親が誰よりも信頼できる人で何かがあったときにはすぐに駆けつけて助けてくれる人だと理解することが大切です。もしインターネット上でお子さんが脅迫を受けたりした場合、そのような奴らがお子さんのところまではやってこれないということを教えてあげてください。その後で相談窓口などを通じて状況を説明してください。彼らが必要な対処法を講じてくれるはずです。その15、友達に凍った川で遊ぼうと誘われたら。アイスホッケーやスケートなど氷の上で行われる遊びは
そのための施設でするべきです。どれほど厚い氷が張っているように見えても、川の遊びは非常に危険です。割れた氷の下へ落ちてしまえば、取り返しのつかないことになってしまいます。ですから、そういう時にはスケートリンクへ連れて行ってあげるようにしてください。その16、親がいない時に救急箱の薬を飲んでもよいか。すべての薬は子供の手の届かないところに置くべきです。彼らが十分な年齢に達した時に、薬の危険性について説明し、親の不在での使用は禁止するようにしてください。もし気分が優れないなら、親か親戚の誰かに連絡させるようにしてください。これらのポイントが役に立ったという方は、評価ボタンを押してくださいね。これらの点について異なる意見等をお持ちの方は、コメント欄で教えてください。お子さんをお持ちのご友人にも、この動画をぜひシェアしてくださいね。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。